はい、ジェン君。今日もこれ、ご消耗ですか。調子どうですか、ジェン君。少しずつ良くなってるんじゃないかなとは思うんだけどね。どうですか。ね、ここで待っててくれ。ポンちゃん、あれ、ピントがうまく合ってないね。ああ、少し出てるけどって感じかな。何してんの、ジャン君。どうした？ピントが合わないな。どうした、ジャン君。どうしましたか。あれ、ピントがおかしいね。あれ、カメラの方がおかしくなってるな。たくさんお水を飲んでいるところです。お水をたくさん飲んで、トイレを少し間隔を空けて行ってくれるようだといいんですけど。ジャン君、どうかな。やっぱり行きますか。あんまり出てないね。さあ、頑張って直していきましょう。また水。
膀胱に水がおしっこだね溜まっていて出ないんであればちょっと大きな問題なんですが、実を言うと、病院に行った時にも、膀胱空っぽでですね、ということは CT なんかを取って、検査ができない状態だったので、また年明けに、してみましょうということでした。で、こんなに頻繁にですねトイレにばっかり行くと、膀胱空っぽになりますんで、まあもうちょっと薬で改善をしてですね、おしっこが溜まるようになったらというふうに、思っています。触って、空っぽ感確かにあったので、おしっこが溜まった状態の時のこう触った感じっていうのがもう一つ素人でわかるのかがちょっと今微妙なんですけどね。これで3回連続トイレに入りました。また少しだけ出てんだね。暖かくするっていうのが、効き目があるのかどうか分かりませんけれども、寒いより暖かい方がいいだろうと思います。それと、効き目はないかもしれませんが、治れ治れの超能力ね、やってみます。はいはい。こうやって寝てくれるのが一番いいんですよね。寝てる間はトイレに行かないので、ゆっくり寝ていただきたい。お願いします。そしてまたトイレか。結構行くな、やっぱり。今度はうんちかな。そんな感じだね。はい、うんちでした。はい、よくできました。はいはいはい、偉いね。さあ、温まろうか。ちょっと暖かくしよう。はいで、はい、こっちはいで、はいで、
はい、いいですよ。これやりましょう。じゃんけん。じゃんくん、ちょっとあったかくして寝ない。ここどうですか。はい、どうぞ。ここ、はい。移動しちゃう。そこはね、ここ少しあったかいんだけどな。まあいいか。なおれ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 。はい、ちょっと待ってね。うんうん、はいはい。特に腫れてる感じがないからね。また空っぽですか。はい、じゃあこれかけよう。はい、ここでおやすみ。というわけにはいかないか。ベッドに行く。よいしょ。ジャン君、ジャン君、ジャン君、寝て、眠いね。眠くなさそうな顔だな。ジャン君、お薬に入っていない。お昼のご飯です。おやつか。チュールの鶏ささみ、ピュアチュール鶏ささみと、シーバの、うん、シーバとローリマグロ味の半分こずつ。ジャン君、あのね、ポンちゃんとシェアしたのね。そう、味が、味変ことで、朝やっぱりちょっとね、トイレに何度も行ったので心配だったんだけど、ポンちゃんと2人でこたつハウスでね、抱き合って寝ていたので、どのぐらいかな、3時間ぐらいは寝てたかな。その間トイレに行かないので、もう寝てて、とにかく寝ながら直して、はい、治れ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 、治ったか。もう何日か、薬を飲ませ続けてダメかなと思ったら病院です。今日は1月4日です。4日からですね、生配信また再スタートします。新年1回目の放送ですが、その前にジャン君とポンちゃんに
お薬、あ、ポンちゃんはお薬関係ないや。まだは、の入ったおやつですね、はい、用意中です。あ、足りちゃった。はい、お薬入りおやつが出来上がりました。が寝てる。はい、お二人ともお休み中。切ってください。さあ、生配信も始まるところなので、まずはジャン君のかな。ポンちゃんがここにお尻が出てるね。そうしたらいいかな。そっち先に。これポンちゃんね。ポンちゃん、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 ポニャちゃんさん。ポニャちゃん、ポンちゃん、おやつだよ。チュール。ポンチン。ポンちゃん、チュール。ポニャちゃんさん。ポンちゃん、チュール。ポニャ。ポン、ポンちゃん。ポンちゃん、チュール。ポンチン。ポニャ。食べてる？食べ始めた。ジャン君。ジャン君のもあるよ。ジャン君、ジャン君さん、ジャン君さんのもありますよ。ジャン君、ジャン君、ジャン君。ポンちゃんだけ食べています。ポンちゃん食べ終わるまで待たないとね。ジャン君ちっとも欲しいって言わないね。ジャン君、ジャン君くん、もういい？ジャン君、顔どこ？ジャン君、埋もれてる。ジャン君、ポンちゃんの向こう側に顔があるっぽいね。うん。おー。ジャン君、おいで。ジャン君。ジャン君。ジャン君、寝てるの？ジャン君、おいで。ジャン君、起きないの？ジャン。ポンちゃんだけ。ポンちゃん、はい、来た。はい、どうぞ。え、ポンちゃんじゃない、ポンちゃんじゃない。ポンちゃん、違うの、ジャン君のだよ。ジャン君、ポンちゃん食べたでしょ。ジャン君、ジャン君の顔の方が奥にいるの。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、一回出ておいで。ポンちゃん。あれ。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんのほら、まだちょっぴり残ってるの、ここにあるよ。ポンちゃん、はい、ここ。ポンちゃん、ポンちゃん。あ、ジャン君。あ、ジャン君、おいで。ジャン君、あれ？ジャン君、出ようとしてるんだけど、ポンちゃんってね、蓋されてる。ポンの、あ、そうそうそう、ポンちゃん出てね。はい、出た。はい、出て。はい、いい子だね、ポン。いいよ。はい、ポンちゃんの、ポンちゃんの、ここ。ここで。はい、じゃあ、ジャン君、ね。はい、ジャン君。ジャン君、奥に行ってあげる。じゃじゃ食べて、尻尾つかないにね、尻尾つかないにね、尻尾つ、はい、かだね、食べてはるよ、よかったよかった、はい、ではすぐ放送始めなきゃいけないです。よいしょ、カメラつけっぱなしにしちゃう。よいしょ、よいしょ。じゃあね、よいしょ、ポンちゃんの残りも食べる？ちょびっとだけど、はい、どうぞ。
3分ほど早いですが、はい、今生配信が終わるところですけれども、ジャン君少しだけトイレ行ったね。あ、そっか、トイレ行ったんだ。そうだそうだ、お掃除しなきゃ。でも、そんなに何度も何度もではなくて、ここで落ち着いているので、うんうん、少し良くなってる感じかな。そうだね、やっぱりね、お薬が効いてるのかな。ジャン君、ブラッシング位置に来たのね。でもここさ、ホットカーペットの外なのよ。もうちょっとこっちに来るとあったかいんだけど。はい、はい、はい、ここいいよ。はい、で、次はここ。あれぐるぐる回るの。よいしょ。なんかちょっと、なんかちょっと、なんかちょっと。はい。完全に一周しましたけど、こんなとこですか。いつも通りこのホットカーペットの上でジャン君寝ているんですが、布団をかけています。あったかくしてね。